東京の方来たんですけれども、ちょっと人がいっぱいいるんで、まあ、手前の方が空いてたんで、ちょっと手前の方で着くまでちょっとやっていきたいと思います。それでは仕掛けが終わりましたね。左側が、トリックで、右側がぶっ込みでやってます。それでは地合を調べていきたいと思います。今15時15分ですね。イワシが今1匹釣れました。トリックですね。うわ、見えるかな、イワシの群れがすごい。うわ、すごい。今15時20分ですね。あー、向こう行っちゃった。おお、またイワシの群れがいっぱい来ましたね。うわ、すげえ数だ。おお、すごい、すごいすごい。おー、寄ってきた。あー、逃げた。見てない、近くにいない方がいい。うん、当たった。あ、なんだあれ、今度ボラの大群かな。うわ、違うな、イワシかな。めっちゃでけえな。すげえ。サッパか。あれ、サッパの大群かな。めっちゃいる。今ランチだ。今15時半ですね。サッパの群れかな。めちゃんこいる。もうちょっと釣って泳がせよう。あー、カモが来ちゃった。地合は15時半かな。今1、2、3、4、イワシが4匹。あー、カモが来たな。すげえな、なんだあれ、サッパだな、きっと。お、またイワシだ。また来た。すげえな。めっちゃいる。おいしかった。食いだな。これは泳がせるのが楽しみだな。お、入れ食いだ。いや、入れパクだな。
15時35分。おお、いいサイズだ。15時45分ですね。15時50分ですね。イワシが、まあ、数十匹釣れました。イワシ今入れ食い状態でしたね。30分間ですかね。15時半から16時の間ですね。いや、イワシめっちゃ釣れたっすね。4連ですね。イワシ無限に取れる。16時10分ですね。もうイワシの入れっぱくですね。もう数十匹釣ってますよ。もういいかな。今16時15分ですね。もう入れたらかかる。一旦トリックは片付けて泳がせをやっていきたいと思います。で、仕掛けを準備します。現在19時ですね。全然当たりがないですね。釣りしてる人も本当まばらになりましたね。この時間はもう釣れないのかな。まあもう少しちょっとやっていきたいと思います。8時になりましたね。全く当たりがないですね。泳がせとぶっ込みの磯目ですかね。もうちょっとして当たりがなければ
片付けて帰りたいと思います。8時半になったんで帰ります。当たりは全くなかったんで、まあでも地合いが分かったんで良かったと思います。それではまた次の動画でよろしくお願いします。Thank you.